飲酒、並びに、暴力団関係者の無断入場禁止を告知した、看板平成23年5月技量審査場所は、平成23年5月場所の代わりとして2011年5月8日から5月22日まで、両国国技館で行われた、日本の大相撲の大会である。2011年2月頃発覚した、八尾町事件などを受けて、日本相撲協会は、同年3月本場所を、 戦後初めて中止した。相撲協会では、八百長事件の信頼回復がなされるまで、本場所の開催は見送るとする方針を固めた。その後八百長事件に関与した力士について、引退勧告や解雇などを行い、今後本場所を再開するにあたり、力士の番付編成のために相撲協会の技量審査を行う場として、同年5月を、工業としての本、場所つまり、 平成23年5月場所とはせず、観客に無料公開した正式名称、平成23年5月技量審査場所として開催することになった。観客に対する入場料を徴収する工業としての本、場所とはしなかった。表彰は、相撲協会が表彰する各段の優勝力士と幕内力士の参照のみとし、 天皇支配を含む外部からの表彰は辞退。本場所ではないとの理由で優勝額も作成しなかった。各取り組みにかけられる検証金も辞退。通常呼び出しの着物に掲載される広告もすべて自粛。日本放送協会による地上波テレビラジオ中継は実施しない。工業職を薄めるためとの理由で館内の相撲案内所はすべて営業を休止。 またアルコール類の販売も休止され持ち込みも禁止された。これに伴い力士弁当の販売も休止されたが、通常の弁当やソフトドリンク類は販売。国技館名物の焼き鳥も当初東日本大震災の影響で販売が見送られたが、5月14日より販売を再開。また2011年3月に起きた東日本大震災の影響も考慮し、 通常会場前に掲げる力士登り溢れたい子、矢倉大子を自粛。代わりに、頑張ろう日本のメッセージの登りを掲げた。土俵入りは、通常通り行われた大会の会期は、本場所と同じ15日。土俵入り、弓取式、幕内の顔ぶれ場所前の横綱審議委員会による、稽古総研、宿根神社霊祭、土俵祭、新弟子検査は行う。上述の通り、 歴士の個人記録は本場所と同じ公式記録として残す。優勝、三勝の賞金は通常通り支給。前述の通り NHK による中継が一切行われない代わり、下記のネット配信により前相撲から結びの一番までの全取り組みが生中継された。全相撲からの完全性中継は地上波、衛星放送でも過去に例がなく史上初となる。アクセス数は 初日だけでも、協会公式サイトで約7万4千件、2個制で約15万6千件に上り、最終的な視聴者数は2個制だけで、延べ約160万人に達した。番付表は発表されず、順席として序列が公開された。西前頭15枚目は、倉庫くらいであったが、引退勧告を拒否したため解雇。ありがとうございます。